ぜひチラシ取ってってください、皆さん。せっかくだからちょっとたまにありがとうございます、あの童謡とかも歌ってるんで、ちっちゃい子がいるから。ドラえもんわかる？ドラえもんわかる？あ、知ってる？本当？ドラえもんにしようか、じゃあ。マオさんの夢を叶えてドラえもんっていう曲を歌いたいと思います。これはちょっと結構路上で盛り上がる曲なのでぜひ聴いていってください。では聴いてください。君には